ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を、グラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。じゃ、行ってくるわ。おう、頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。俺たちは内側から奇襲をかけるぞ。挟み撃ちにして数を大幅に減らすんだ。倒せなければ仲間の足を引っ張るぞ。俺だけでも余裕だし。王子、くれぐれも独りよがりにならないようにな。無事で何よりです。大丈夫だったか、そっち。ああ、問題ねえ。任務はしっかりこなしたぜ。いい働きだったと言えるだろう。動くな、侵入者。ルシスのコルか。へえ、よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。ここで死んで終わりにしちまえよ。
油断禁物ってね。とどめてもらう。今が合わせピークに使うとき。よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。ではいずれまた会おう。外の厳しさにも慣れちゃきたが。世界は広いね。やることもたくさんある。ほんと、まだまだこれからだな。ああ。やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナ・フレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから通おうか。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？
この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。へえ、湿地帯。チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話の。ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。あ、電話？はい。もしもし。イリス？ノクト、無事だったんだね。こっちはなんとかレスタルムの町までたどり着いたとこ。私たちここの宿にいるから、近くに来たら一度合流できるといいな。うん、レスタルムな。待ってるね。イリスか。たく、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの。そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。いや、レスタルム先で。了解。じゃあ後で寄ってよ。準備はできているか？あ、行こうか。カーテスの大皿か。ねえノクト、メテオと一緒に写真撮りたくない？ああ、後でな。マジで？後っていつだよ。あのさ、あのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？あ？じゃあ、俺？よし、任せてよ。ノクト撮るわ。あ、何受けんのよ。
このトンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。おお、この街でかいな。久々の都会って感じだな。お、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用にいくつか買い溜めておくか。じゃ、いらっしゃい。カップヌードルはいかがですか。ありがとうございました。またどうぞ。最近地震多いけど、結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。地震ってやつか。どうした。なんか頭痛いあと思ったけど。大丈夫。平気、治った。あ、イリス、みんな生きてる。足あるね。あるある、元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット。タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません、孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった。お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。あ、でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。
ゆっくり休んでね。ねえ、ボスケ。ああ、あいつらは？みんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。もう一回寝るわ。寝すぎだろ！お出かけなさっては？部屋にも掃除が入りましょう。うんうん、その通り。ほら。案内するか。一番最初は市場かな。ついてきて。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って、何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。うわあ、このお店なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。ここの飲み物、全部いいんだよね。そうなんだ。カーテスの大皿って、本当に燃えているんだな。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ、ここペゴラー展望公園っていうの。ほら、あれメテオが見えるんだ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それに
ノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。どの店にする？もうすぐ祭りの時期だし、オルティシエに店出したら儲かりそうじゃないですか。雨やらケーキやら洒落たもんの中にうちの店が入るのか。どうだ。風が気持ちいい。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたのノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと街で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコット。いいえ。え、この町の人たちってなんかすごくフレンドリーじゃない？うん、誰でも挨拶してくるし驚くわ。ノクトは特にね。インソムニアはそんなことなかったもんな。
ここからどうすんの？滝の裏にあるって話だけど、ともかく行ってみよう。なんか道っぽいね。な、入り口っぽいの発見。噂。うわ、早くも鳥肌。この格好のまま入るの？こんな寒いんだし、死骸もいなかったりして。死骸に寒いも暑いもねえだろ。だよ、やっぱり出るね。ゆうか、ツルッツルだよ。大丈夫かな、このくっ…やっぱ…消してやる。ああ、くそ…そうかと思ったぞ、おしゃれのくせが…やっぱり寒い。ちゃんと見つかりますように。気合い入れてさ。またかよ。あっだーはっ。いや、ほら、うりゃ。行こうよ。ああ、滑んなよ。注意して進め。なんだこれ。
ねえな。あう、危険な匂いがする。気をつけろよ。マジかよ。行こうぜ。うん、本気で行く。いや、特に何もないね。ちゃんと探したか？もちろん。まいった。次行こう。次。行き止まりだね。何かあったか？雪と氷だな。ノクト、聞いてもいいか？よくない。迷ってるよな。だから聞くなって。もうどっちから来たか分かりません。当然。
剣はこの先か？多分な。もう少し調べてみよう。どうする？正面に突破。後ろは任せた。しっかり敵を見極めて、もっと気を。先を急ごう。ああ、こっちは？こっちかも。どっちだよ。ほら、ここ。あー、冷たい。あったかいもの食べたいな。もうそろそろな気もするんだけど。おい、あの扉。寝ましか。くそ。ないか。いや。裏切りを。外すなよ。連携成功。しゃ。無事に済んだな。大丈夫？なんだ、どこだ。どうした？穴の中でなんか燃えてた。あれ、メテオか？カーテスの大皿が見えたのか？一度レスタルムに戻ろうぜ。ダルコットに報告しなきゃね。
相変わらず暑いな、ここは。脱いだらどうだ。お前と一緒にすんな。見られて恥ずかしいってか。貧弱だからな。ちげえし、腹筋割れてるしな。おお、そうか。チョコボ乗りてー。ああ、今普通に流したね。ノクティス様、お帰りなさい。いただいた情報が役立った。さようでございますか。ありがとうな、タルコット。いえ、よかった。わしも嬉しいよ。幼い頃の王子と陛下を思い出すな。どうだろう。くっ、あ、まただ。大丈夫？どうしたの？エリス、心配すんな。展望公園からカーテスの大皿が見えたよな。うん、望遠鏡もあるよ。行ってみようか。ああ、痛みがそこと関係しているなら何かわかるかもしれない。いらっしゃい。お泊まりになりますか？イリスか。ほんと自撮り好きだよな。俺だって映りたいじゃん。こいつら鬱陶しかったな。ここ敵だらけだったよな。いい朝だな。あ、今日も暑いな。いいとまで行きゃ涼しいだろうな。あ、これうまそう。うーわ、もうこれ絶対おいしいでしょ。これはキャンプでも作れそうだ。あれ、偶然。おい、またお前か。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んでる。神様の言葉は人にはわからないからな。頭が痛くなる人もいるかもね。どうすればいいの、それ。会いに行ってみる。何か伝えたいんだと思うよ。一緒に行こう。乗るか。行ってみて。やばけりゃ戻る。ああ、じゃあそれで。俺の名前すっごく長くてさ、略してアーデンなんだけど、この愛称で呼んでよ。車で行くからさ、
みんなで駐車場まで行こうか。俺も愛車で来たんだよ。君たちの車はレガリアだっけ。2台でドライブもいいな。うん、いいね。そうしよう。何回着替えるんだよ。